どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、こちら。はい。実写化。はい。ただ、もう本当キンキンでやってたんで。まあ、2021年10月ですからね。はい、こちら、今回も芸人編にします。もう、難しいのよ、芸人編は。芸人編、茶を濁す。続いてない？芸人編。芸人編続いてます、続いてる。もういないよ、そんなに。マークできるやつは。マークね。マークはもう僕はもうドストレートですね、うん、こちらです。バッドボーイズ佐田さんです。いや佐田さん違うでしょ。いやでもあのやっぱ体格いい人がいいと思ったんですね。マー君は佐田さん途中で出てくるあの、うん、雑魚みたいなやつになんか似てる人いなかった？佐田さん雑魚みたいなやつ、あの目がね、なんかあの、うん、女の子をさ人質に取る演技したやつら。あ、人質に取る演技をしたやつ、うん、開口のやつが見てない。傾向ね。傾向、うん、佐田さんっぽいやついたなと思って。まあ確かにありますけど、いやでも佐田さんはやっぱもう一人芝居もやってますし。佐田さんの一人芝居見てえな。いや面白いですよ佐田さんの一人芝居。やっぱり顔が怖いって言ったらこの人でしょ。ジュニアさんでしょ。まあ、うん、いや確かにね、背も高いしね、ジュニアさんは、うん、いけるっしょ。まあこの間だったらね、確かにその大人でもいけるというかね、うんうん、ジュニアさんか、まあ確かに怖いな。山田もね、まあ、やっぱ男前な人がいいと思ったんでね、トロサーモン村田さんです。まあ、村田さんはね、悪くないね、ありそう、うん、なんかそこのポジションに似合うよね、うん、主人公の友達役というか。そうね、うんうん、もう実際芸人だったら本当こうなっちゃうと思いますよ、うん、だから俺はジュニアさんのツイートして考えましたよ。ジュニアさん基準で考えてるんですね、はい、兼近です。ついジュニアさんと兼近が並んでたらおもれえな。まあ、ただちょっと迫力が違いすぎない？兼近には申し訳ないけど兼近いけそうですけどね。ちょっともうちょい身長欲しかったですけどね。部長もいないよ芸人で。あんな人は。僕はまあちょっとあれですね、福田彩乃さんですね。福田彩乃って、いやあのモノマネの、あいつか。あいつ芸人って言ったら怒られるらしいよ。え、そうなの？うん、なんなのじゃああの人。あいつタレント。モノマネタレント。モノマネタレントもダメだったんだっけな。なんかダメな、モノマネやってないっすもんね。もうやってないの？何やってんの今？じゃあ女優やってんじゃない今？女優出てるそんな。なんかね、芸人って言っちゃダメだったような気がするんだよ。なんかそんななんかあってよ、そういう、何それみたいなルールあったよ。そんな NG やんの？うん、難しいな。でもウィキペディアにはモノマネタレントって載ってるけどな。まあ、だから芸人じゃない。芸人じゃないの、うん、だって確かにどっから、まあ、最初からもずっとモノマネやってるってことか。じゃあもともと女優とかタレントだったんじゃないの？そいつがちょっとモノマネできたんじゃないの？わかんないけど。そっち発信？うん、はい、でも芸人で調べたら出てきたけどな、福田彩乃さん。怒られる。それ作った人に怒ってください。僕はこの人ですね、はい、やっぱわびさびといえばおにゃこさんです。ちょ好きだね。正義感も強いし。いやその強いよ。ワフィサビはどうかわかんないけど優しいし正義感もすごい強いですけど。ジュニアさんとこうじゃないよね。やりそうじゃん、やりそうじゃん。夕日ちょうだいじゃないよ。ジュニアさんに。カホちゃん、カホちゃんもなかなか。カホちゃんはまあもうキャラクター的にね、これですね、スパイク松浦ですね。やっぱりあの口うるさい感じはひどいよ。え、あそこが松浦なんだ。まあでも髪型も似てますしね。そういう問題じゃないんだよあいつの髪型は。でもあの気強くてあんだけ喋る感じはやっぱ松浦になると思いますけどね。僕は正義感を重視しました。はい、オカリナです。何知ってんの？それ正義感。オカリナ正義感強いんだよ。いや、まあ、髪型も一緒か、オカリナも。オカリナも、アスペルガーだって言われてるんで。いや、誰に言われてんの？おにゃこさんです。
オリヤッコさんに。オリヤッコさんにオカリナはオカリナと福田はアスペルガーだ。いや、そうなの？思ったことをすぐ言っちゃうって言ってました。まあね。はい、オカリナもそういうタイプなんだ。はい。なるほどね。オカリナはだから俺すごい気が合うんですよ。うん、会って喋ると、うん、友達みたいに喋れるから。なるほどね。もう経歴は結構差ありますからね。オカリナと。変なこと言ってくるからね、オカリナは。まあ確かにね、気が強いですからね、オカリナは本当に。ああ見えて。はい。柏。ブルーね。ブルーも難しかったです。なんとなくやっぱ青ひげのイメージで、こちらですね。平成のぶち講師吉村さんですね。まあ脱毛しましたけども、やっぱ昔は確かにあれくらいの濃さなんだろうなっていうのをイメージしました。そうですね。うん、脱毛一回失敗した時の赤くなってたの笑ったな。あれはもう本当笑いましたよ。傷だらけで。あれは笑ったな。ここら辺が傷だらけでね。だから気にしてたってことですよね。そうですね。青ひげを。はい、そうなったらやっぱり柏沢にぴったしなんじゃないか。青かったもんね。うん。いや実は青かった。ね、うん。確かに吉村さんの顔も男前じゃない。うん、だからすごいいいと思いますけどね。だから私はでも、はい、キャラで言ったらやっぱりこの人。うん、パンサー青かった。違くない。四球。いや三球じゃないんですよ。四球です。四球。パンサー多かったかな、うん、全然違う感じするけどな。やっぱそのボケキャラ的に、うん、多かった。いい顔するから。あそう、うん、今回向井入ってなかったですか、ね、今回向井お休みです、すいません。向井はお休みです。あそう、今回は鬼奴さん使ったんで向井お休みです。どっちからの鬼奴さんか向井か。僕の切り札なんで、どっちも鬼奴さんか向井。切り札なの、はい、そんなに使い勝手いいか、まあ、向井はわかるけど、はい、鬼奴さんはやっぱりだいぶ限られると思いますけどね。まあまあそのドラマはねいっぱい出てますけど、出てます。今真犯人フラグ出てますからね。新犯人フラグでキャスター役やってますけど、キャスターコメンテーターか、うん、この前犯人分かってるんですかって言ったら、うん、私もう台本すら読んでないって。なんで読まないの。まあでもあれ誰も分かってないでしょ、うん、真犯人フラグ決めてないんだよ絶対あれ、うん、まだね、うん、確かにあれ後で変なことになりそうですけどね。なる、うん、変だもん。はい、まあ芸人キャストでもしね、これが実写化することがあったら、マジでお茶濁してますよこれ。まあ確かにね、はい、改めて考え直すじゃダメなのかね、キャストを芸人じゃなくて LDH 感抜いて考えるみたいなだったらよかったね。別に今あってもいいけど、ね、LDH 感あっても別に、ね、LDH のドラマだと自分だったら、いやいや別に芸人編あってもいいんだけど、全然だってこういう無茶なキャスティングになっちゃいますよっていうのはありますけどね、うんうん、そのやっぱ俺ら世代の女子って考えるとあんまりいないんだよね、女子がね。そう考えるとね、芸人がね、うん、うん、まあそのやっぱヒロインできる女芸人はなかなかいないよね、うん、うん、思いつかないね。だまあ、まあ、未だにやっぱお母ちゃんってなっちゃうもんな、スパイクの。あと友近さん。いやだから、ね、濃すぎるのよ友近さんとかだと。主役が全然あってもいいと思いますけどね。優しい役がやっぱあんま思いつかないんだよな、芸人になっちゃうと。いいのかな、よしことかじゃない。よしこ頑張れるやん。頑張れるやん。いやいやいや、いくら小雪に似てるからって無理よそれは。よしこっていい顔してるよね。やっぱ面白いですね。面白いよね、うん。はい、というわけでぜひ皆さんね、お茶にごす読んでみてください。お願いします。はい、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。嬉しい、マジ嬉しい、部長に会える。部長久しぶりだ。部長一体どんな、なんか怖え。ダメダメ、超怖え。あたたた、なんだ、鼻の奥が痛え。よし、あれ、どういうこと。どうもありがとうございました。